ドノバンソラーのプレシアードは、コロンビアのアトランティコ県バランキージャ出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。兄のジョナタンもプロ野球選手。セントルイスカージナルス時代2005年に、セントルイスカージナルスと契約して、プロ入り。この年は、まず参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソンシティカージナルスでプレーした。 ここでは45試合に出場して打率2621打点38アンダを記録した。その後 A-9 ニュージャージーカージナルスへ昇格した。ここでは22試合に出場して打率24711打点19アンダを記録した。2006年は年間を通じて A-9 ステートカレッジスパイクスでプレーした。 ここでは44試合に出場して打率、282、13打点、42アンダーを記録した。2007年は、まず A 級スイングオブクアットシティズでプレーした。ここでは82試合に出場して打率、257、30打点、75アンダーを記録した。その後、A 級パームビーチカージナルズでプレーした。ここでは50試合に出場して打率、 209,11打点、34アンダを記録した。2008年は、まず A 級パームビーチでプレーした。ここでは、107試合に出場して打率、286,1本塁打、31打点、115アンダを記録した。その後、A 級スプリングフィールドカージナルスへ昇格した。ここでは、26試合に出場して打率、264、 1>, 1本類打、11打点、28アンダーを記録した。2009年は、まず AA 級スプリングフィールドでプレーした。ここでは、64試合に出場して打率、207、1本類打、16打点、52アンダーを記録した。その後、トリプル A 級メンフィスレッドバーズへ昇格した。ここでは、52試合に出場して打率、317、14打点、 52アンダーを記録した。2010年は年間を通じてトリプル A 級メンフィスでプレーした。この年は102試合に出場して打率、255、4本塁打、27打点、84アンダーを記録した。2011年はまずトリプル A 級メンフィスでプレーした。ここでは81試合に出場して打率、284、1本塁打。 23打点、65アンダを記録した。その後、AA 級スプリングフィールドへ降格した。ここでは27試合に出場して打率、228日本塁が10打点、23アンダを記録した。2012年にマイアミマーリンズへ移籍した。スプリングトレーニングには招待選手として参加した。開幕は参加のル a 級ニューオーリンズ・ゼイファーズで迎えた。 ここでは36試合に出場し、打率262、0本塁打、14打点、37七安打を記録した。5月20日にメジャー初昇格を果たすと、翌21日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビューを果たした。これにより、史上12人目のコロンビア人メジャーリーガーとなった。5月23日にメジャー初安打を記録した。 5月26日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャー初スタメンに名を連ねた。7月にはハンリー・ラミレスがロサンゼルス・ドジャースへトレードで移籍したため肖像類種として起用されたデビューから251打数で本類打例だったが9月26日のアトランタ・ブレーブス戦でクリス・メドレンから1試合に本類打を放った。オフの11月には 第三回 WBC のコロンビア代表に選出された。2015年は55試合の出場で打率。189の成績に終わり、10月17日に自由契約となった。2015年12月24日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグであるリーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナに参加した。 2016年は開幕から参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレー。9月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし同日のボストンレッドソックス戦に7番2塁手で先発出場した最終的には9試合の出場だったが2シーズンぶりの本塁打を放った10月10日に40人枠から外れトリプル A 級 スクラントン・ウィルクス割に降格した。2017年はメジャー出場はなくトリプル A 級スクラントン・ウィルクス割でプレーし99試合に出場して打率2824本類四48打点1盗塁を記録した。オフの11月6日に FA となった。2018年1月18日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結び スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは参加のルーキー級アリゾナリーグドジャースとトリプル A 級オクラホマ式ドジャースでプレイし、2球団合計で89試合に出場して打率、327、4本塁打、46打点、4盗塁を記録した。オフの11月2日に FA となった。2019年1月24日に、 ジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加の AAA 級サクラメントリバーキャッツで迎え、5月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。